おせっかいであることは重々承知なのですが、どうすれば南足柄市はメジャーになるんでしょうかね。宅建士相原と申します。この動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。今回は南足柄市がどうすればメジャーになるのか、みんなに聞いてみたについて解説します。今日は南足柄って言いたいところでしたけど、小田原堀之内です。飯田グループホールディングスアーネストワン新築戸建ての中からご紹介しております。アーネストワンさん、ありがとうございます。頑張っております。さあ今日は南足柄の話です。先日ですね、動画上げておりますアドマチック天国という番組で小田原市が紹介されて、翌日以降観光客いっぱいね来ていただいて、で勤めて言うと小田原市に移住したいというご相談もこの番組直後から明々快々に増えております。すごいね。誰かそのアドマチック天国の動画のとか、あこれね下の概要欄に上がってます、見てる方ぜひ見てください。あのテレビの影響なんて俺なんか見てないし、そんなの見てるやつなんか年寄りばっかじゃんなんてね、まあ揶揄するようなコメントも上がってましたけど、まあ揶揄っていうかそれ事実合ってるとはいえね、やっぱりテレビの力ってすごいなと思わせるところです。まあ、当然10代20代30代がアドマチック天国の番組でやったーすげー今日アドマチック天国があるから早く家帰んなきゃっていう時代じゃないとは思うんですけど、まあ、やっぱりその時代刺さる世代の人はね、2位の小田原焼きだったりだるまの天丼食ったりね、みんなかまぼこ食い行ったりとか、みんなそういう形で小田原押し寄せてる、あのウイローさんなんかも行列になってたなんて話も聞くしね、やっぱり大国様からだいぶ混んでたみたい。だそういう部分でやっぱり人気集めてってわちゃわちゃしたわけですよ。だから皆がもういっぱい人来てなんかね、その最中に何が南足柄で起こっていたか、南足柄のことに関しては別の動画上げてあります。まあこれも一緒に見ていただいて下の概要欄にタグ貼ってますね、見てもらえばと思うんですけど、その時南足柄何が起こっていたか、四国犬っていう犬がいるんだよね。四国犬ね、高知香川とかの四国だよね、あそこ特産の犬土佐犬かと思ったら土佐犬じゃないんだね。その四国犬、馬罰が悪いことにその1週間ぐらい前に北関東の方で公園でね、その四国犬がお子さんに対してねいたずらしちゃった、襲っちゃった、凶暴な犬だ、しかもそれに対してはあの予防接種もしてないようなひどい犬だなんて言ってマスコミがバーなんて騒いでる時に、南足柄市中沼でねその四国犬がうちのガレージから逃げちゃったって大騒ぎ。その犬の名前がいい名前だよ、ワビスケっていうんだよ、ワビスケ。から 2,3 日探していなくなっちゃった。そしたら数日経った後に近くの田んぼか畑かのところの傍らで疲れて寝てるとこってね保護されるね、全然襲いもしないいい子だったって話だよね。2,3 日南足柄でどんな町だっけってね、わびすけがぐるぐるぐる回って、決して人なんて襲いませんよ、だって南足柄の犬だもんね、わしわし歩いて、そしてねあー疲れちゃったって、ここ気持ちいいからこのところで日向ぼっこしながら休んでよって言って畑で休んでるところわびすけ捕まったって話だからね。そのぐらい凶暴な犬もやんわりした空気感になっちゃう、ランランララランランランの場所が南足柄でございます。そのぐらいのどかなので、僕やっぱり考えた、この対比見てね、どうもっとメジャーになっていい街だと思うんですよ南足柄って。大雄山線ね、関東最強のローカル線と言われてます。これもね動画上げてます。そして南足柄のマインドというかね、ソウルですよ。小田原がね、小田原城がソウルといえば、南足柄はね大雄山西陵寺、まあ、行かれたことない方も結構いらっしゃるらしいんだよね。僕は正直言えば鎌倉のお寺よりも草原で大きくてザ・お寺と言わせるようなものだと思うんだよね。まああんまりお寺を観光地化すなという意見もあるし、いやいや西陵寺って山伏ね、
山伏が修行する、これなんか六角形なんですけどね、カラスが、だからカラスが、大雄山の西陵寺ってね、守り神になってるんだけど、そういう形の修行僧が行くようなところだから、もう山も険しいし、そんなところに草原な建物いっぱい建ってるから、あんまり人来ない方がいいっていう意見もあるけどね、僕は個人的にあの西陵寺の中でパシャパシャ写真撮るのだけだって気分悪いタイプだから、だけどね、見るとやっぱり草原なの。あんまり見て撮ってね、このかっこいい姿をみんなに知ってほしいっていう気持ちもあるけどさ、やっぱちょっと静かに厳かに大谷翔平のね嫁さんの結婚と同じだあれね、ちょっとそっと一人でやれよと思うところあるんだけどね、でもそっと一人だままだと目立たないじゃん。だからなんとかこの南足柄って街がどうすりゃにぎわうのかね、2、3年前かなんかに道の駅出たっていっぱい人来てるよ、なんかないのかなと思ってツイッター現 X でお尋ねをしました。今言ったこと皆さんね、僕一人の知恵を聞いてもわからないからみんなにコメント聞いてやれって感じで聞いてみたんだわ。そうしたらね、ありがたいことにコメントいっぱい寄せてくれたの。今日だからこのコメントみんなの中で動画の中で読みながらね、みんなで聞いてみようかなと思ってる。まず最初にね、高橋淳さん、ね、小田原の市の方でね一生懸命も頑張ろうとしてる方です。この方は大雄山改正神多いダイナシティまで続く新交通システムですねと書いてます。いわゆるそういうアクセス交通ラインがいいんじゃないかなと。同様にチョッチーさん、小田急線が新松田から大雄山まで伸びるってこういうことですね。やっぱり交通インフラが弱いんじゃないかってことなんです。南足柄まで続くこの大雄山線というのはですね、小田原を始発して大雄山のところがゴールです。これ以上先がないんですね。延縮することもなく、しかも小田急線のラインからするとこうずっとだんだん小田原から離れるようにこう路線ができています。だからやっぱり小田急線を南足柄の方は使おうと思えばですね、海星の駅だったり新松田の駅だったり、茅山の駅だったりまでバスはね、大雄山と、新松田駅までバスが通ってたりしてます。茅山はちょっとそっち前にラインないんですけど、そういうところバスライン使わなきゃいけない。あとはみんなね、息子さん、お嬢さんがね、高校、大学行った時っていうと、小田急線絡みでみんな通っちゃう。そうするとご家族の方がね、その駅まで車でお迎えに行くっていう現状がある。そういうこと考えるとね、今、高橋淳さん言われたような形の大雄山、海星、大井町、上大井っていうのもこれ、この御殿場線のラインです。そして大ナシティが株の宮の北側系、この北側にあるとこね、こういうとこになるわけです。そこまでね、何かね、アクセスがあった方がいいんじゃないかなっていう意見ですね。次は、優しい小田原さん。最近ね、名前変えられて。私も南足柄市は子育てしやすそうでいい町だと思います。ね。小田原市の子育ての話、別の動画上げてます。ご覧いただければと思います。タグ貼ってあります。認知度低いですよね。そうなんですよ。北関東の方をなんて言われたりしますからね。南足柄って言った時に。やはり富士フイルム関連で、ふるさと納税一番の化粧品がもっと有名になって、そう。南足柄市ってふるさと納税すごい頑張ってるんです。今まではね、ずっとね、アサヒビールの工場があったんで、アサヒスーパードライにね、みんな交換してたんですけど、それがなくなっちゃったんで、今、富士フイルムの化粧品に変えてるみたいね。もっと有名になって、化粧品がもらえる街、そしてお肌がきれいになる街で、女性喜びメジャーになるかとも、なるほど。もう女性ピンポイント。ね。あと、大雄山駅と新松田駅をジッパーで結んで、交通網整備もいいと思います。だからこういう形ですね。ジッパーって確かこの辺あたりも小さいタイプの構図してもな、ちょっと間違えたらごめんなさい。一応このジッパーに関しても下にタグ文字を出しておきます。私も不勉強で、もしかしたら宇都宮でやってるやつなのかなとちょっと思ったりもします。さあ、大リクラインたけしさん、リクラインたけしさん、これもいつもあれかと思うけど、確か同業じゃないかな、ショッピングモールですかね。そうなんです。で、続きまして、その下の方、トモムシさん、アウトレットモールかな、誘致する力もないと思いますが、言うたら飽きません。ね、とにかく、そういう部分で、やっぱり商業施設だという意見もやっぱり多いです。で、勤めて言えば、南足柄川を渡った大井町も含め、近隣にそこに大きい型ショッピングセンターが来るんじゃないかという話はね、立ち上がっては消え、立ち上がっては消えの状況であることは事実なんです。本当まとめ買いで有名なメーカーさんとかね、そういうところが来るんじゃないかなんて話もあったけど、なかなか現実的にならない。今のところ南足柄のショッピングセンターっていうと八幡と、小田原百貨店、この辺に関しても動画を上げてます。この辺が担ってるのかなと思ったりもします。
エビチャーハンさん、南足柄市文化会館で若い人も行きたくなるような著名人のライブ公演があればいいと思います。これはですね、小田原紙面からすればよっぽど来てると思っております。これは小田原外しという動画で上げてます。小田原市民会館、また今の小田原三の丸方ではなくてですね、南足柄市文化会館でやるイベントって結構実は多いんですね。例えば大泉洋さんの水曜どうでしょうのイベント、小田原やってないです。小田原南足柄市文化会館です。吉本お笑いライブ、これもね結構南足柄文化会館結構こっちの数やってたりします。まあもうその一つ上という形を、まあこのエビチャーハンさんは言ってるかもしれないですけどね、小田原市民の立場からすると、いや南足柄文化会館検討してると私思うんですけどね。さあブーマタンさんでね、ドラマや映画の撮影に来てもらうびっくりマーク、これが実は小田原市がね、ネットフリックスだっけな、ちょっと間違えたらごめんなさい、忍びのなんとかっていうドラマ、ネットフリックス専用のオリジナルドラマね、これの舞台が小田原だということで、今全国配信か国内配信かで第1位らしいんだよね、このドラマが。そうしたらこれドラマ特集ではなるんじゃないかってね、わーっと叫んでる。ティッピーの小畑さんなんかも言ってるしね、今度それでツアーやろうかしらなんか言ってる。だからやっぱこういう爆発力ってあるんだよね。さっきのアドマチ一つにしたってもそうだし、結構ドラマの撮影は小田原やってます。昔はね、長野、山梨、静岡まで撮影行くほどドラマ多かったんだけど、経費節減でそこまで行けないんで、関東ではおすましちゃおう。そういう形考えると、東はね千葉県の九十九里方面ね、西に関しては小田原ってケースが増えてるのね。要するにここ、まあ、このぐらい田舎に来るとね、あんまりキャーキャーワーワー言われないからってことが大きいって言ってたことあるけどね。だって日本沈没の最終部分の画面が千葉市なんて言ってる部分もあるしね、小田原だったらこういう形のドラマ結構多いです。だからそういう部分で南足柄ってことも可能性は十分あると思うよね。山さん、この人はねちょっと面白い展開、マウントベルの街の企画を前面に出すとか、昨日も矢倉岳と足柄峠まで登山してきましたが、アクセスも良くて絶景で、山頂も広くて登りやすいです。とても自然豊かでいい街だと思います。例えば足柄峠の絶景展望レストランとか、モントベルタウンみたいな衣食体験施設の中、夕日が滝でタウナーとかって形で挙げてます。このマウントベル、僕も明るくなくてごめんなさい、アウトドア用品ですね、いわゆるバッグだったり、ああいうキャンプ用品を作ってるメーカーさん、まあ、僕でもね、キャンプやらない人間でも知ってるようなメーカーさんですかね、メジャーネームの分、まあ、そういう部分とタッグして、いわゆるハイキング、キャンプ、ね、そして自然とあふれるという部分、そういう部分をあえて生かして、そういう部分でメジャーになったらいいんじゃないかっていう意見ですね。で、この意見はこの後にも実はつながってきます。さあ、厚木のまこちんさん、出ました。地元のビッグネームです。勝手に言っちゃ怒られちゃうから。僕の動画もさ、いろいろ、この人もね、大田原市内いっぱい回られて、近隣回られてね、これを、Twitter、現 X でフォローし、発表してます。ぜひね、厚木のまこちんって打てば出てくると思います。この人の言い方がいいです。2行しか書いておりません。メジャーにならなくていいような気が、絵文字って感じですね。メジャーなくならなくてもいいって意見です。続きまして、よいたしさん、この方もね、力ある意見言ってる。何もない、それが南足柄です。 It's nothing, this is 南足柄ってことですよ。これ合ってんのかな、これ適当に言ってますけどね、ないのが南足柄って言ってるって。そして日本政治同盟さん、金太郎まだ残ってるのかしら。残ってますよ、金太郎。だって南足柄から金太郎取ったらどうするんですか。そうそうそう、先ほど建物自体のソウルが西陵寺、大雄山西陵寺と言いましたけど、キャラクターとしての部分ね、この部分に関してのど真ん中に立ってるのは金太郎になるわけです。だから市のマークだって金太郎のマーク、金太郎絡みのキャラクターになってるわけですから、要は変わんなくていいじゃんって、変わらない南足柄売った方がメジャーになるんじゃないのということです。わざわざ都会になんなくて、そのまんま東じゃないよ、
そのまま東国原でもないですよ、そのまんま南アシガラになってた方がよっぽどもしかしたら時代がぐるーっと回って南アシガラがメジャーになるんじゃないかということです。でこれは来週の小田原がらみの神砕く解説動画、なぜシニアの方が小田原を目指しているかという話につながってまいります。久しぶりに来週へ続くという動画になりました。さあ皆様、南足柄市どうすればメジャーになるんでしょうか。コメント欄概要欄お寄せいただければと思います。そしてツイッターもね上げております。この辺も調べていただいて上げていただくだけではなく、 TikTok、Instagram に関しても解説スタートしました。 Facebook も昔から解説しております。どの LINE でも構いません。ぜひご意見お寄せいただければと思います。すぐ動画にさせていただきたいと思います。というわけで不動産神砕く解説シリーズは、小田原や不動産の難しい事柄事象などを神砕いて解説します。ぜひチャンネル登録といいねボタンってやつをよろしくお願いします。もうチャンネル登録していただきますと皆様のお邪魔にならない程度に私のおすすめ動画上がってまいります。お金かかるわけでもないし、僕のやる気いわき元気になりますのでね、ぜひよろしくお願いします。たっけんし相原祐介でした。